小杉町は、かつて、富山県伊水郡に属していた町である。江戸時代には、加賀藩の宿液である小杉新町として栄えた。富山市と高岡市の間に位置しており、近年は、漁師のベッドタウンとして、宅地開発が活発である。伊水市として合併したご市町村の中で、小杉町のみが山岳を有していた。面積は5市町村で最も大きかった。 明治の町村制施行時に調整施行したばかりの町の中では小杉町の面積は大きい部類に入る。これはかつての小杉新町が農村地域である山家と都派をつなぐ形で成立し農村部としての機能を維持しながら市街地を形成してきたことと関係するといわれる。井水市への合併の際は町を2分する騒動となった。小杉町は 2002年8月に行われた住民アンケートを根拠に新港市を除く伊水郡山町一村での合併を主張していた。2003年2月16日の住民投票では新港市を含めたご市町村合併派が優勢であったが町議会の意向を受ける形で伊水郡山町一村合併の方針を維持し2004年3月9日の 議会で、伊水地区広域圏合併協議会からの離脱を決定した。五市町村合併派住民から土井吉蔵町長をリコールしようとする動きが見られたため、それを回避する目的で2004年8月29日に住民投票が行われ、新港市を含む五市町村の合併賛成の票が多数となった。それを受けて小杉町は合併協議会に再加入し、 当初予定の2005年3月31日より遅れて同年11月1日にご市町村でイミズ氏として合併した。ありがとうございます。